はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はマジバトン動画撮ろうと思います。ということで、まあ、2月になりまして、っていうか、まあ31日の時点で来てたから、まあ昨日来たんですが、超マジフェス開催ということで、とりあえず新キャラ星5クワバラが来たので、ちょっと見ていこうかなと思います。はい、超マジフェスのクワバラ、最近はね、もうこのタイプですね。あの、7回目まで引ければ、新キャラ確定ですよということで、1キャラ新キャラが登場してるっていう感じで、年明けからずっとこの感じなんですよね。あ、そんなことないか。あ、でも、あれか。餅つきトグロは31日に来てたんだっけ、年末。だから多分ね、年明けからの新キャラは全部1キャラずつで、コエンマ、サポートの、クラマ、そして今回の、クワバラという感じでね、来ているかなというとこなんですが、まあ一応ね、あの、70連さえすれば、確定でね、あの、弾けるっていうのは、まあ、それはそれでね、いいとは思うんだよね。結局、あの、新キャラが3人とか4人とかいると、まあ、確定枠がね、ステップ5とかであっても、どっちが出るか分かんなくて欲しい方弾けないみたいな感じと比べたときに、こっちの方がね、ちょっと霊石は多くかかるんだけど、確実にね、あの、欲しいキャラが手に入る、欲しい時だったよね。欲しいキャラが手に入るっていう意味では、この形式もね、悪いとは思わないんだけど、ただ、まあ、やっぱりね、ステップ7まで引かなきゃいけない。初回が100としてもね、6回分、1000、ん？あ、違うな。250だから、6回だと1500だから1600かな ?1600、霊石があれば確定でね、手に入る。というのは、まあ、この形式ね、魅力だと思うんですが、まあ、それにしてもね、ちょっとね、石がかかりすぎるから、コエンマ引いた俺はね、ちょっと引けないかなという感じですね。まあ、ただね、このクワバラね、1位総選、クワバラカズマ、技タイプの、技属性防御タイプ、ということで、どんなのが来たのかなと思って、まあ、これから見ていこうと思うんですが、あれだね、鈴木の、あの、揚力版って感じ。揚力版っていうのは、鈴木がね、この前出た鈴木が、攻撃タイプに対してね、バフを解除するタイプの、キャラだったんですが、今回の桑原は、それの、揚力版。だから初期のコエンマ、魔風間コエンマとね、似たような感じで運用できるのかなって感じですね。はい、というわけで、まぁ、ちょっとね、大学生後の、能力見ていこうと思うんですが、必殺技はまず、必殺技から見ていきましょう。総戦の奮発、ん？総戦の発奮。奮発しちゃったよ。総戦の発奮が、大覚醒後、味方全体に 43% の必殺技余ダメージ、増加が3ターン。25% の陰陽属性ダメージ耐性アップ3ターン。自身にカウンター相殺効果2ターン、必殺技無効貫通が1ターンということで、まず1個目の技はバフ技ですね。必殺技の余ダメージを増加して、あとはね、陰陽属性の、ダメージに対しての防御面もアップしてくれますという感じですね。で、カウンターと必殺技は無効なので、まあ、ミリストユースケと似たような運用ができるのかなという感じですね。まあ、まずこの技を使ってから、次に、全体攻撃こっち使えば、まあ、カウンターも、あの、必殺技無効も突き抜けていけるよという感じですね。で、覚醒クエスト後は、味方全体 50% の余ダメージ増加に、火力がね、上がりますね。で、ダメージ耐性アップの方も 30% になりますと。なるほどね。まあ、無効貫通がね、2ターンにならないのはちょっと微妙だけど、まあ、即打ちすればあんまり関係ないのかな。で、必殺技2が、総戦次元霊剣。こちらが大覚醒後が揚力タイプの敵全体に3ターンの強化時間持続時間減少。敵全体に2万の固定ダメージ。50% の余ダメ減少。3ターン。で、バリア不能が1回と。いうことですね。覚醒クエストをクリアすると、50% の余ダメ増、余ダメ減少の部分が 70% にアップするよという感じか。なるほどね。まあ、ほとんど、前の鈴木と一緒というか、まあ少し違うところはあるんだけど、まあ例えばなんか鈴木の方は確か、ダメージ耐性アップのところが、
陰陽じゃなかったかなとかね、なんか弱点に対するどうのこうのじゃなかったかな。ちょっと、この後少し比較してみようか。まあ、それはそれとして、固有応答の方が、味方全体 50% 必殺技火ダメ減少5ターンと 30% の攻撃力能力アップ総裁5ターン、ウェーブ開始時って感じですね。で、覚醒クエストクリア後は、自身の体力 10% 以上ある場合、体力1で耐える効果2回っていうのが追加されるので、まあ、覚醒クエスト3までいけばめっちゃ強いね、これ。はーっていう感じ。まあ、耐える2回はね、シンプルに強いよ。そんなところかな。まあ、耐えるの場合、一応、なんて言うんだろう。プーとかの復活と違って、ダウンはしないから、サンタボタンとかと合わせては使えないんだけど、まあ、それでもね、体力1で耐えるってやつは、実質的にはね、復活と同じようなもんだからね。で、体力 10% 以上なきゃダメなんだけど、ダメージ受けたら体力回復する系のサポートっていうのが何種類かあるので、そういうのと組み合わせれば確実にね、2回耐えてくれるんじゃないかなと、思いますね。っていうわけで、まあ、これは、揚力タイプメタの、バフ解除役って感じですね。で、ちょっと待って。他の大覚醒キャラはね、こっちで見れるんですが、鈴木、ちょっと比較してみましょうか。こっちがね、攻撃タイプに対しての、メタキャラというか、鈴木なんですが、まあ、例えばこっちの場合必殺技が、必殺技1が味方全体に 50% の必殺技4ダメージ増加3ターン。これは全く一緒だね。で、30% の、神技対属性ダメージ耐性アップ。これがね、新しい桑原の方は陰陽属性でしたということで、まあ、ここのね、属性のとこが違うだけですね。で、無効貫通あるんだけど、こっちはね、カウンター無効がないと。あれ、ないんだっけ？そう、他でつくわけでもなさそうか。ああ、じゃあまあ、カウンター無効つく分、こっちのが、まあ、新しい桑原の方がいいのかな。ただ、こっちはね、固有オートじゃなくて、必殺技1の方にね、体力 10% 以上ある場合、1耐える効果を1回付与っていうのが、覚醒クエストクリア後につくので、まあ、覚醒クエストってね、1は S、2が SS、3がね、SSS なので、そういう意味では、こっちの鈴木の方が、手早く強くなるというか、桑原の場合ね、耐える効果独自、固有オートで発動させようとすると SSS ランクまで上げなきゃ、つけらんないんですが、こっちはね、S ランクまでで、一応耐える効果をつけれる技が打てるよということで、まあ、S でも大活躍しそうなのはこっちかな。っていう比較はあるかなと思います。まあ、そもそもね、S ランク以下で運用するんだったら、まあ、どっちも強いっていう話はね、大前提としてあるんだけどね。そして必殺技2の方ですが、こっちはね、攻撃タイプに、3ターンの強化時間、持続時間減少。新しい桑原の方は、ここが揚力タイプになってますよと。で、敵全体2万の固定ダメージの部分は一緒で、攻撃力揚力ダウン 50%。攻撃力揚力ダウン 50%。あっちなんだっけ？桑原。で、バリア不能1回でしょ？ちょっと待って。桑原の方は、ちょっとなんで下がんないの？あれ？あれ？ちょっと待って、マジで動かない。何これ？あ、動いた。はい、桑原の方は、なんだっけ？その必殺技2の部分。50% の余ダメ減少3ターンか。よだめ現象3ターンと、あれ？ちょっと待って。よだめ現象3ターンと、ねえ、攻撃力、揚力ダウン3ターンか。なるほどね。あ、でもこれ下げるステータスが被ってないってことは、前列の盾役をこの2人にするっていう形で、
相手によってね、どっちで、バフを解除するか選べるっていう風にすると、チームとしてね、結構安定するんじゃないかなっていう部分もありますね。だからまあ2体採用は結構ありそうかな。で、固有オートの方も、まあ攻撃力揚力、火ダメ減少、そして、そう、鈴木はね、30% の不利属性のダメージ耐性アップっていうのがあって、これがね、独特だなぁと思ってたんですが、結局、これがね、なんかいいなぁと思ったのって、一応ね、新技体はじゃんけんみたいになってて、相性のね、ループがあるんですけど、引用属性のキャラって、お互いに抜群なので、弱点からの攻撃にね、まあ弱いっていうか、まあ逆に言うとね、10倍以上で必ず入るし、抜群でも入るっていう意味で、まあ引用属性はね、アタッカーにすると強かったんですが、まあその部分に対して、不利属性のダメージ耐性っていうのをつけれる鈴木は、引用属性のキャラにね、キャラのね、打たれ強さ上げてくれるっていう特色があるなぁと思ってたんですが、まあ桑原の場合、その部分が、ちょっと行ったり来たりして、悪いけど、なんかね、横並びで比較とかがね、できればよかったんだけどね。桑原の場合は、その、不利属性のダメージ耐性っていうところは、30% の攻撃力揚力アップ相殺で代用されてるって感じかな。どっちがいいんだろうね。一応ね、攻撃力揚力アップ相殺も、攻撃力やね、揚力にバフかかってたら、耐久、その分ね、相殺してくれるから、上がるんだけど、でもバフ解除するんでしょっていう話を考えると、まあなんか固有と必殺技が噛み合ってるのは鈴木の方な気もする。ただまあ、カウンター相殺ついてたりとか、まあやっぱ新しいキャラだけにね、クワバラの方が少し、使いやすい部分もあるのかなって感じはするんだけど、まあ、タイルがね、固有オートの方の覚醒クエストだったりとかで、まあ SSS まで上げないとね、タイルつけれないとか、そういう部分もあるので、どうかな、まあ鈴木、まあもちろんね、相手が揚力タイプの時には鈴木出して、攻撃タイプの、相手が攻撃タイプの時には鈴木出して、相手が揚力タイプの時には、桑原出すよとかね、そういう感じで、ちなみにこっちの桑原はね、攻撃タイプの桑原なんで、技桑原だけどちょっと違うんだよね。まあガチャチケのちょっと前の動画で引いたやつ、レベル上げ中って感じですね、これは。まあ相手によってね、使い分けられればベストなんだけど、どっちも採用してっていうのもありかなとかね。そんな感じのキャラだと思います。で、ちなみに、霊石がね、コエンマのやつ引いちゃったから300しかないし、今回はね、超マジフェスのこれ自体はスルーしようかなと、思ってはいるんですが、ただね、朗報としてね、チケットにもすでに入ってるはずです、これは。っていうのも、まあ、毎回言うんだけど、まあ、毎回ね、見てる人は限らないからね、初めて見る人のためにも繰り返しますが、こちらのね、プレミアムガチャの中身っていうのが、ガチャチケの中身と一緒のはずなんですよ。で、ここにね、すでにね、1位総選、桑原和馬入ってるので、まあ、コエンマもそうだけど、コエンマも桑原もね、すでにね、チケットから出るはずなんですよ。つまり。ってことで、じゃあ、今回は、ガチャが引けないんでね、霊石で引く方ね、65枚しかないですが、ちょっとチケットガチャでね、出ないかなと、引いてみましょう。まあそもそも星5が出るかどうかって話なんですが、まあこの演出だったら入ってそうかな。これで一発で桑原引いたら完璧なんだけど、どうでしょう。ちょっとカットインが足りない。あーないか。はい、一発目は空振りですね。20連目。森に来ちゃったか。前回の方が、演出、序盤はね、良かったので、これはちょっと空振ってもしょうがないかな。はい。カットインもないね。まあ、こっちにも入ってるはずなので、チケットで狙うのもいいんじゃないかなと思いますと言いつつ、俺もね、ちょっと狙ってるわけですが、ちょっとそもそも星5が来ないね、今日。そんな日もあるんだけどさ。
星4すらない。まあ星4別になくてもいいんだけどね。さあ、まあもう一回行きましょう。さあ、こい。屋根ある。オーラある。カットインによるが、さあ、どうだ？お、これは、来るでしょう。おし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 。とりあえず星5来た。あとは桑原を引くだけ。さあ、あーっと、これは初期のクラマですね。風化炎武人してる。はい、これはちょっとね、コンペンも余ってるぐらいのキャラなので、残念ながら星5出たとはいえ空振りですね。さあ、次も空振りか。ちょっと今日はダメな日かもしれんな。はい、あと15枚あるので、引いちゃいましょうか。なあ、森だよ。オーラでかけりゃ一発逆転あるか？にゃーにゃーにゃー。さあ、カットインが、もう一回！いや、でも意外と、このユキナさんで止まったことによって、桑原を連れてくるっていう説があるかもしれん。さあ、どうだ？え、これなんだろう？いや、シルエットクイズわかんねえな。なんだこれは。ここがヒントな気がするけど。ああ、全然ヒントじゃなかった。修羅の渦巻きね。なるほどね。はい、半端の5も引いちゃいましょう。さあ、屋根がないが、オーラもない。屋根がない、オーラもない。これはダメだね。ハゲさんは連れてこないんだって。そうか、完璧にダメな演出だったな、今のは。はい、チケット引き切っちゃいましたね。ちょっと今回はダメでした。桑原ね、まあポイントガチャはちょっと引いちゃいましょう。いけ。さあ、意外とここでオーラないからちょっと来ないね。さあ、トグロチーム、カットインが3までで止まる、来ない。ダメっすね。あとなんか引けるのあったか？星4以上が23枚と、5% が11枚。5% が11枚じゃちょっと 5% を10枚だけ引くか。まずは。さあ、屋根がない。オーラは中くらい。さあ、これはどうだ？さあ、ライゼンフレンズやってくる。カットインが4まで来て、もう一発あるかないかないね。はい、残念でしたね。まあちょっと、なんか 5% を1枚引くのもね、なんか悲しいので、星の地形行きましょう。行け。さあ、これはどうだ？屋根がある、オーラがない。霊界までぶち込んでやるぜからのカットインゼロ。カットインゼロ辛いね。なるほど。いや、ちょっと神谷先生のバージョン違いがね、2連続で来るのはちょっと面白かったけど。はい、もう一回行きましょう。さあ、屋根がない。オーラもない。これはダメだな。さあ、カットインが潜水チーム。3で止まって、やっぱりないね。はい、今日はちょっとダメっぽい日でしたね。まあ、半端3も引いちゃいますか、こっちは。さあ、おっと、これは屋根がある、オーラもある。3枚だけどワンチャンあるんじゃないか。ライゼンフレンズカットインがどこまで来る？ 4 で止まっ、ないの？今のありそうな流れだったじゃないですか。はい、というわけで、まあ、今回はね、65の10の、23だから、まあ、98枚、100枚近く引いたのか、100枚近く引きましたが、収穫はほとんどありませんでしたね。まあ、ワンチャンチケットからこの桑原出てくれたらね、超嬉しかったんですが、それどころか、他の戦力アップになるものも出ずということで、まあ、ガチャね、いまいちな結果でしたが、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。